はい、では皆さん、こんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回ですけども、本日25日に登場した TS 第1弾についてね、動画を撮っていきたいと思います。というわけなんですけども、この動画ではね、無課金税、美課金税がね、このガチャ引くべきか引かないべきかについてね、話していきたいと思います。それでは、どうぞ。まあ、というわけで早速なんですけども、こちらのガチャね、まあ、10連の方もですし、この単発の方もなんですけども、無課金税、美課金税ね、もう基本的に引かないようにしましょう。これはね、結構エナジーもったいないガチャなのかなと思います。まあ、ガチャシステム的に言うと10連目20連目は何もなくて30連目にね、まあ、タイムスリップ TS の選手が1人確定なんですけども、まあ、正直ねメンバー見る感じだとそもそものメンバー問題もあるんですけども、まあ、この TS1 段1人確定っていうのもね、まあ、12分の1段で、まあ、かなりね狙いの選手で言うと確率が低くなってくると思うんで、まあ、30連で、まあ、750エナジーですけども、まあ、結構これは闇ガチャかなと思います。しかもですねこの第1段のガチャ40連目以降は S ランク確定がないんですよ。だから100年引いても1枚も出ないかもしれないですし、まあそんぐらいね闇ガチャですし、あとはね A ランクとかの排出もアップしてないんで TS とかの、まあそう考えたら本当にこのガチャはね、まあ、30連目まですらも引かない方がいいかなと思います。僕も過去に何回か引いたことあるんですけど、マジで闇ガチャっす。本当にこれはね引かない方がいいかなと思います。でね皆さん思うんですよ、いやけど俺ランキング走りたいからイベントボーナス好きじゃん、じゃあこれ走るために引こうって思う方がいると思うんですけども、こちらのガチャはねそれでも引かないようにしましょう。というわけでねランキングは走りたいよって方、ここからね数日後に登場する A ランク確定スカートもしくは自チーム確定スカートかな、まあ、そちらの方の単発ガチャがね追加で来るんですけども、まあ、そちらでねおそらく来ると思うんですけども、そちらの方でねボーナス付きが来るんで、そちらでねそちらのガチャを引いた方が圧倒的にボーナス効率エナジー効率がいいんで、まあ、このね10連スカートとか単発を引かないで、まあ、そっちのね数日後に追加されてそちらのガチャの方を引いてボーナスを上げるようにしましょう、まあ、あとはね普通にリーキーとか引いてもボーナスね出るんで、それとねその単発を引いてうまくねボーナスを上げるようにしましょう。で基本的にねこの TS 第1弾欲しい選手がいる場合はもうガチャじゃなくてねもうランキング走って取るっていう選択肢しかもうないと思ってもいいのかなと思います。まあ、もちろんねこの TS のイベント終わった後に、まあ、おそらくですけども、まあ、狙い撃ちスカウトとか、まあ、あとは、まあ、結構数ヶ月後になりますけども TS のね、まあ、第1弾もあると思うんですけど、ね、ピックアップサイリンの方もあると思うんですけども、どちらもね結構確率低めの結構闇ガチャとなってるんで、まあ、基本的にはね確実に取る方法としては、まあ、ランキングを走って取りに行くのが一番効率はいいと思うんで、無課金税で無課金税はね、まあ、そういった取り方がおすすめかなと思います。まあ、もちろんね、まあ、廃課金税とかは特に気にせずにね、まあ、ガチャどんどん引いてって当てるとかでもいいと思うんですけども、まあ、この動画今もう見てくださってる方はね、まあ、そこまで廃課金してる方はあんまいないと思われるんで、まあ、おすすめとしてはねランキング走ることをおすすめしたいと思います。で、まあ、消費エナジーに関しては正直今回メンバーがね、まあ、例年より渋いんで何とも言えないんですけども、まあ、個人的な予想としては1500エナジー、まあ、かかんないかな、まあ、1000エナジーとかでワンチャンいけるかな、まあ、去年とか結構熾烈でね2000エナジー近くかかったとかっていう噂を聞いたんですけども、まあ、今回のメンバーを見る感じ、まあ、かなりね緩めになってくるのかなと僕的には思います。ただ1000エナジーぐらいは、まあ、かかるんじゃないですかね最低でも。ただねランキングは、まあ、第1弾なんで、まあ、3万インバレはね TS 選択あるんで、まあ、そこはねかなり大きいのかなと思います。まあ、あと A ランクが欲しい方はね、まあ、1万以上入らなきゃいけないんですけども、まあ、選手を見た感じわかると思うんですけど結構現役でね通常でも出てる選手が多いんで、まあ、その辺はね、まあ、ありがたいのかなと思います。まあ、基本的にランキング走る方に関しては、まあ、純正向けの方がね、まあ、おすすめかなと思います。12球団勢で、まあ、ランキング走って回るの取りに行った方がいいよっていう選手は正直いないのかなと思います。それはねもちろんリーグ的にもですし、まあ、リアタイ的にもね、まあ、大野選手とかかな。まあ、大野選手もね、まあ、中継ぎ適性ないですし、先発でね、そこまで必須級かって言われたら、そこでもないのかなと、僕的には思います。まあ、センターの丸選手ももちろん強いんですけども、まあ、ここでね、わざわざランキング取りに行く、まあ、もちろん、累計で出たり使うとかは全然いいと思うんですけど、わざわざね、ここでエナジーを費やして取りに行く必要は、僕的にはないのかなとは思います。まあ、なんで基本的にはね、まあ、純正陣の方がランキング走るのをね、お勧めしたいなとは思います。
というわけなんで、これは逆にね、プラスに考えて、TS 第1弾はね、まあ、スルーして、まあ、この後控えてるね、まあ、おそらく来るであろう、一応セレクションとか、まあ、あとは、エキサイティングとかの方にね、エナジーをね、回してあげるのがいいのかなと思います。なんで、ここはね、まあ、我慢時というか、ここは完全にスルーで僕はいいと思うんで、また、6月とかに登場するね、エキサイティングとか、まあ、いつ登場するかわかりませんけども、一応セレクションとかでは、まあ、一応セレクションは特にね、かなり豪華な選手が登場するとね、僕は予想しているんで、まあ、そちらの方でね、ガチャ回しとかの方が、まあ、僕はいいのかなと思います。まあ、もう、もしかしたらですけども、ゴールデンウィークとかでね、登場する可能性も全然あると思うんで、まあ、ゴールデンウィークあたり、まあ、次の更新とかも全然可能性としてあると思うんで、まあ、そろそろね、一応セレクションの方も期待したいなと思います。続いてね、ちょっと契約書の開封やりたいと思うんですけども、こちらのね、本日、プロスピファンフェスト X キャンペーンということで、S ラン契約書皆さんもらえましたよね。こちら本当にね、いや、嬉しいですね。久しぶりの S ラン開封ということで、まあ、聞きたいと思います。まあ、狙いはね、まあ、日ハムの持ってない選手か、リアタイ的に強い選手かな。まあ、あと、ベイスターズの選手も最近集めてるんで、ベイスターズの選手とかも欲しいかなと思います。あ、前回の 30% 契約書とかもあるんで、それも引きたいし、だからボックスがいっぱいなんでね、まあ、結構僕特殊とかで最近やってるんですけども、特殊マジ決まらんすからね、本当に。ってわけで、とりあえずね、日ハムの持ってない選手が、リアタイ強い選手が欲しいなと思います。ぜひ皆さんのね、結果もコメントの方で教えてください。まあ、Twitter でも募集してるんですけどもね、どんどん教えてくれたら嬉しいです。頼むマジで。お願い。うわー、グリフィンか。まあまあじゃない、結構強くなかった。デーノ、あ、ちょっとわかんなかった。新外国人。あ、水上選手強いよね。宮西。おー、まあ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 、グリフィンどうだったっけ。マッスラツーシームスプリットか。まあまあまあ、ワンチャンマイルかな。まあセリーグ杯とか、いやセリーグ杯今回出ないんでね、まあまあっていう感じですかね。けど水上選手とか嬉しいですね、普通に。ちょ、このレイノルズ選手ちょっとわかんない。え、全ポジション守れるのえぐいわそれは。ちょ、これは S ラン来た時期待かもしれない。外国人純正とか待ってるんで結構熱いかなと思います。ちょっといや、これね、ボックスがさ、今ちょっと特訓 1.5 万円に向けてね、育成貯めてるんですけども、あとアルカウンタラ選手の、ね、特殊もね、やってるんですけど、なかなかね、決まんなくて、もう8回目っすからね。いや、マジでね、特殊決まんないんす、本当に。やばいよね、これ、このゲーム。本当に特殊が決まらすぎて、もうやばい。足りないっすね、これは。ちょっとなんとか無理やり素材開けてもうちょっと引こうかなと思います。はい、ということで、なんか適当にね、まあ、ゴールド契約書とかから引こうかな。ワンチャン S ランク当たりますからね。最近なんかね、ゴール付けからあんま当たんないんですけど、僕だけですかね。なんか結構溜まってましたね。結構昨日もね、結構引いたりしたんですけど、ボックスがねなかなか開けれなくて、量とかもあれなんで。お、マリー、あー、アリエル嬉しいかも。あ、え、アリエル A ランク5枚ぐらいいんのかな。結構嬉しいですね。あ、奈良間くんも嬉しい。結構熱いっすね、それは。ナイスナイス。あ、結構めちゃくちゃ嬉しいっす、これは。はい、で、ラストね、ちょっとゴルチケ、ちょっと引かせてください。すいません。なんかゴルチケぐらいでお前、こんな裏でやれよって思うかもしれないですけど、あえてね、あえてちょっと開始動画で引いたら神引きできるかもしれないんで、頼む。宮城選手。あ、外崎選手最近当たるわ。あー、まあまあ、スランク出ないっすよね。ってことで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価、マジでよろしくお願いします。動画のね、コメントもしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで、動画のコメントの方もね、よろしくお願いします。それでは、お土。